皆さんこんにちは、佐藤誠です。今日は市役所の、またここは何でしょう、正面から入った、ロータリーの、植え込みに、いるんですけども、今日はですね、臨時議会がありました。1日ね、やって終わったんですけども、今日は何を、臨時議会で、議決したかっていうと、大きくは一つは、補正予算です。いろいろな台風19号に絡んで一度まあ補正予算出ましたけれども、まだ追加でいろいろな事案あるので、そういうのをまた、上がってきたので、まあ当然ね、賛成を、しました。でもう一つが、阿波野のまあ水処理施設、被災したところのですね、そこのやっぱり修理を、前作った業者に、そのまま指名して直してもらった方がいろんな意味でこう都合がいいので、そういう委託をしていいですかっていう、議案なんで、まあ、それも賛成しました。でもう一つ、3つのうち1つ一番大事なのが、この市役所ですね、新しい庁舎を建てる契約を、何でしょう、この前の入札で、一番金額が安かった大成建設ですかと結んでいいですかというね、その議案なので、それも賛成をしました。で当初庁舎の予算が、60億っていう数字がこうずっとこう一つのテーマだったですよね。でそれがある時点でちょっと60億超えるっていうことでね、議会に伺いがあって、それも議決されましたが、結果として入札をかけてみたら、一番安かった業者が約55億円っていうことなんで、だいぶそのね、60億からにしたっても5億円浮いてるわけですから、僕は多くの議員がね、何も特に質問しない中で、僕はこれ大事な問題だと思ったんで、今日はね、発言通告なしで、手を挙げれば、議案に対して質問ができるんで、僕は市長に対して聞きました。それだけ、当初は60億ぐらいでやるっていう前提で、このずっと、何でしょう、予算の枠組みなりね、いろんな財政計画立ててきて、それが一転して入札をかけたらね、5億円下がったわけですから、まあそれはそのままね、安くなったんだから無理してどっかね使っちゃうっていうね、のはどうかっていう考えもあるし、まあせっかく浮いたのならば、じゃあその浮いた分は少しこう市民のとか議会の、要望を受けてね、違うところにね、浮いた分ね、こうお金をね、こう使っていこうっていうね、それいろんな考え方があると思うんですと。だからいろんな考えある中で、佐藤市長は、どう考えていますかっていうね、そういう質問をしました。でまあ答えとしては、正直若干物足りないものではあります。なんか、貯めた基金はそのまま使うって言ったんですね。でじゃあ安くなった分は当然市債の発行額が、少し減るからっていうことなんで、5億円浮いた分をですね、今まで皆さんに我慢してもらった分、いろいろこうちょっとねやりきれないところに積極的に使っていきますっていう、そういう答えは、もらえなかったんですが、まあねそれはまあ今後のね、我々がねどういった提案をねさらにしていくかっていうところにまあかかってくるしかないので、まあ5億円浮いた分ね、気前よく使ってくれないんじゃ、今回の契約認められないですよってわけにもまあいかないので、まあですね、一応容認に転じた自分としてはね、まあ安くなったことだし、まあ、まずはね、その契約ね、したのを見届けて、今後ね、図書館なんかね、本当に自分は年中無休にしてもらったりね、こう少しこうおしゃれにね、若い人にもっとその鹿沼市ね、東京とかね、宇都宮にね憧れて出てっちゃうのもしょうがないと思うんですけど、もう少しこう鹿沼市にもね、こうおしゃれさとか便利さっていうもの、そういったものを出していくことができれば、少しでもね、こう人口のね減少っていうところに歯止めもかかりますし、単純にねやっぱりこう鹿沼市でね便利で楽しくておしゃれなところあればね、それ自体が住んでる人にとっての、魅力の向上にもなりますから、そういうところにねお金ねぜひ使ってほしいなってね気はあるんですけども、まあ他にもねたくさんありますけれども、まあそういうのは、3月から始まるですね一般質問でどんどんねもうぶつけていくしかねないんかなってね、思っております。で今回、確か賛否問われた時に、橋本治議員が、棄権をしました。で海老原議員と鈴木健議員と、津久井議員ですか、とあと宇賀神議員がどうしたかな、いわゆる
自民党っていう会派ですね。でもっとぶっちゃけて言っちゃえばズバリ県会議員の小林美希夫県議の直系の会派ですねが、確か、まあ、増渕さんはね議長ですから賛否はね示せないんですが、他の4人は確か座っていたまま、つまり、それに対して反対だったと思います。間違ってたらまた動画で流して謝るんで、確かそのはずです。で橋本治議員はいわゆる、もっとぶっちゃけちゃうと、まあ、いわゆる神谷幸信元県議のねグループなんですけども、お一人だけ、まあ、退席をして、まあ、棄権ということですね。他のですから、横尾議員、市田議員、谷中議員は、賛成でしたね。でそういう、採決の状況でありました。でまあそういったことでね、いよいよもうそのね、入札で決まった業者に、契約も議会として承認されたわけなんで、ここからね、庁舎問題がね、進んでいくわけです。自分も含めて、本当にこれいろんな人がこの本当にねもう 4,5 年間ねものすごいそのねリソースっていうんですか、エネルギーっていうんですか、時間もね本当に熱意もねずっとね込めてあどこでやってきましたが、まあ進んでいくのかなというね感じであります。全国の自治体ではねもう工事が始まっちゃっていたけども、市長選挙で市長が変わってね一旦ちょっと待ったみたいなね、そういうところもありますから、まあらゆる可能性がこの世の中起こる中では、じゃあもうね決まったからこのままね何事もなく立つかどうかは可能性っていうところではねゼロではないんだと思うんですが、まあ一般的なね蓋然性っていうところではこのまま行くのかななんてね勝手に思っております。ですから大切なのはこのあとね、庁舎問題だとか何でしょう、北小学校の改修とか新産業団地とか、新鹿沼西口の区画整理だとか JR のね鹿沼駅の東口の区画整理だとかいろいろありますけども、もう今それずっと進んでいる事業がこれからもね進んでいっていつか完了しますけど、じゃあそのそういうのが終わった後のねその先の、まあ、中期的なですね4年とか5年っていう先のそこから今度鹿沼市は、どういったねものをね目指していくのかっていうね、そういうところをこれからじっくりね、考えていく期間なのかなと、そして何よりも今年がそういう、1年なのかなと、思います。市長選挙、まあ、知事選、ありますけど、まあ、なんとなくこう想像結果とか想像されてしまう中では、じゃあねそのつってどうしていくかっていうね、その後ねじっくり皆さんと考えていく、そういう1年なのかなと、でそういう、これからの数年間なのかなと、思っております。そんなわけで今日ありました臨時議会の、報告、庁舎の、業者指名で決まって契約承認をされましたということで、自分はこういう考えでしたと、でこれから、こういうふうに政治のことをみんなでテーマとして考えていく、べきじゃないかってね、そういう話をさせてもらいました。それではちょっと8分20秒ですけども、いろいろこうダブってたり冗長性あったらところは本当に申し訳ありませんが、自分今日こういうね一日だったという報告でありました。それでは最後まで、ご覧いただきましてありがとうございました。それでは皆さんごきげんよう、さよなら。昨日までね自衛隊の訓練行ってきました。お疲れ様でした。